依然として甲子園は7対7の同点が続いています。8回の裏、阪神は8番の新庄から始まります。先ほどはうまく浜風に戻せました。一旦は逆転の勝ち越しのツーランホームランを打ちました新庄です。どうでしょう、中西さん、ピッチャーでもバッターでもそのあまりこう姿勢として、細かいことを考えるタイプと、むしろ何も考えないってこうドーンといった方がいいタイプ、いろいろあろうと思うんですけれど、ありますよね、新庄の場合は、その何も考えないで思っていけという、そういうタイプですよね。おとといのゲームでも柏原コーチからとにかく思って振ることが大事だと言われて活躍しました。ホームランの後はシングルヒット。これで打線のつながりを考えましたら7番に矢野がおりますんで、あとは新庄の打席がこう打撃が好調になってきたらもっともっとこう回転が良くなりますからね。そうですよね、さあ8回の裏、勝ち越しのランナーでその新庄が出ました。9番途中からレフトに入っている浜中です。ここはまずを送っていきたいところでしょうね。そうですよね。投球はストライクです。三塁コーチは福本コーチ。5万5000の今日の甲子園です。その5万5000のお客さんがほとんど席を立ちません。それもそのはず、7対7の同点。名古屋ドームでの中日戦で大砲代打同点ホームラン、ブロワーズ勝ち越しホームランで一気に粘りが出てまいりましたタイガース。4月を5割で終えました。昨日はタイガース敗れました。カープは昨日勝って連敗を4で止めました。野球は8対7が一番面白い、まあ、最近は9対8という説もあるようですが、ハイスコアの7対7で来ています。先発ピッチャーは山崎健で来ました。2人目玉木、3人目のピッチャーでこの高橋健。そういえば長谷さん、カープサイドもベイスターズとの3連戦でシーソーゲームをした時も中継ぎ陣が相当崩れていった時もありましたからね。そうですね、おランナースタートでバスターを見せました。この局面でいかがでした今のは。先ほどのシフトを見てですよね、サードとファーストが思いっきりその前進したということでバスターエンドランに切り替えましたよね。勝負のかかった8回の裏、2エンド2になりました浜中。
でしょう、スリーバントやってきますかね。スリーバントは、ね、ないと思うんですけどもね、 100% ないとは言えませんよ。ただこのケースはね、是が非ともそのセカンドに送りたい場面ですから。スリーバント失敗、ちょっと西山の手に当たったようです。リプレイが出ましたが、高めの球ですね。高めの球はその、やろうとしたんですけども、その際どいコース来ましたからね、逃げるのが先だったんですけども、そのバットに当たっちゃいましたよね、はい、それと西山は右手に当たったんですね。あー本当だ、これは痛い。今日はあれですね、瀬戸を最初に使ってますんで。そうですよね、キャッチャーがもうおりませんから。お待たせいたしました、バッターは1番ライト久保木。もう一人、まあ、倉という本社がいますけどもね。そうか、倉がいましたね、そうですね、失礼しました。もう一人背番号40番の倉というのがおります。タイガースの場合はキャッチャーね、2人しか登録してませんからね、はい。結局送ることができませんでしたね。そうですね、ちょっと中途半端でしたね、最後のボールはね、この新庄が帰れば勝ち越し点7対7の同点です。8回の裏ワンアウト一塁、ライトがあらかじめ左にいました。どうもなんか昨日からほとんどの打席がいい当たりしてるんですけどね、はい、自分のポイントでは捉えているんですけどね、そうですよね、不運な面があります。ツーアウト一塁で途中からセカンドに入っています田中です。うまく打ちましたが、これもライトの守備範囲、スリーアウトになりました。8回を終わりました。さあ9回で決着がつくかという、甲子園は依然として7対7の同点が続いています。